それをしてないのが問題ですよね。だから敵がいない、正直。そうっすね。フォロワー増えたからって、あんた金にならへんでっていう。覚悟あるんか。就労支援ファンタジスタの授業完全ガイド TV の福田です。よろしくお願いしま す。このチャンネルでは就労支援事業所を作り、毎年10人近くの利用者さんを就職に送り出しております。私たちが今事業所を作るにあたって知っておくべき知識や問題点に関する極秘情報ノウハウをお伝えします。よっ今日は何か聞きたいことあるっぽいですか。はい、そうですね。うちの会社SNS 結構力入れてると思うんですけど、はいはい、今やったら何ですか、 X と XYouTube、 YouTube ですね。そこは一番強いかな。そうですよね、はい、で力入れてるのは前々から分かってはいたんですけど、はい、結局、はい、就労支援事業所って、うん、SNS 頑張った方がいいの？あ、結局ね、結局どうなんっていう。確かにそれは、まあ、時間割くからな。あ、そうですよね、うん、なんかあの1日1投稿とか、はい、YouTube もそうじゃないですか。これ収録も1週間に 2,3 時間とかかけて、はい、編集版も準備してとか。そうですね、これすごい時間かけてると思うんですけど、うんうんうん、これどこの事業さんもやるべきなんか、はいはい、結局その辺がもうちょっと曖昧になってる気がするんですね。 OK、はい、じゃあその話を今日しましょうか。あ、いいですか、はい、よろしくお願いします。 OK、 お願いします。そもそも SNS をやる目的っていうのが何なのか、これに尽きると思うんですけど。あ、目的ですか。目的です。 SNS やった方がいいんですかって聞いてきてる人って目的あんまなかったりとかしますね。あ、目的っていうのは例えばどういう目的なんですか。例えばですね、 X にしましょうか。はい、ちょっと前の X と今の X の投稿、僕実は内容ちょっと違うんですよ。あ、そうなんですね。はい、前の X の投稿は140字までだったっていうのが一つあるのと、しっかりインパクトを与えたいっていうので、結構その強気な言葉なんですけど、みんなが思ってそうな言葉を経営者として伝えてた。で、その目的は従業員の採用なんですよ。へえ、あ、そうなんですね。はい、これ目的従業員の採用で、従業員の採用は果たすあんただよ。はい、僕ですね。はい、まと来ましたよね。まさにですね、社長のツイッターを見て、はいはい、この人すごい尖ったこと言ってるけど、うん、僕が考えてることを言ってくれてんじゃんみたいな、代弁してくれてんじゃんみたいな気持ちになって、はい、ちょっと話聞いてみたいなってところから面接お願いしましたね。うん、なるほどですね、はい、その時は福祉の話あんまなかったですよね、内容に。確かにそうですね。そうそうそう、結構営業の話とか経営の話が中心でしたね、うんうん、結構そのなんていうんですか、いろんな業種から見ても分かるような内容しか作ってなかったんですよ。確かに。で、歯がゆいところにピンポイントでこう刺していくみたいな感じの作り方をしてたんですけ ど、 なるほど。でそれって目的は従業員の応募を、はい、まあ、増やすとか、まあ、届く人にしっかり届きたいなってこう尖らしてたんですね。へえ。これってあの他の周りから言われたのは、会った時のギャップがすごいみたいな。ああ、はいはいはい。会った時のギャップすごいからブランディング間違ってますよとか。ああ、そうなんですね、うん、会ったら分かるのにとか。はいはいはい、福田さんの良さ、ファンタジスタの良さ会ったら分かるのにとか。失礼ですね。まあ失礼ですね。よく言われてたんですよ。あ、そうですね、はいはい、まあそう言われても、いやーまあねーって言ってたんですよね。なるほどなるほど。それってどういうことかって言ったら、はい、僕はエビチリ好きの人に届けって思ってたわけですよ。どういうことですか。あ、どういうことって感じやん、はい、エビチリ好きに届けっていうニーズ、エビチリにしてたわけです。あ、はいはいはい、なるほど、はい、エビチリ好きのためにこう尖らせたわけですね。そうそうそう、はいはいはい、ほんで周りの人がいやエビチリちょっとあんまうまくないでとか、あ、カレーとかラーメンにしとった方がいいんじゃない、はいはいはい、って言ってくるわけですよ、はいはい、いやそれは別に届かせるデリバリーしてるわけですよ、お菓子のところに、ね、なるほど、エビチリオーダーだろうなと思って。なるほど。それを周りからしたらエビチリなんて需要ないでしょ、はいはいはい、っていうような空気感ですよね。ああ、そういうことですね、はい、目的によって出すものを変えてるわけですね。確かに。
はい、で X で言ったら従業員をリクルートしたいからっていうのでエビチリを出してたと、はい、で今の X の使い方って、はい、福祉の話が多いんですよ。あ、そうなんですね。福祉の話で敬語なんですよ。あ、確かに、はい、そう言われると最近そうですね。でしょ、はい、これは目的は従業員の応募ではなくなったわけです。あ、変わったんですか。変わったんです、はいはい、これは利用者さんの集客が一つ、はい、あとはコンサルティングの集客が一つ。あ、なるほど。もうこれに絞ってるって感じです。あ、だいぶ変わりましたね、目的は。はい、なので福祉的な話をした方がいいし詳しいなとかこの人本質についてるなみたいな、はい、っていうような内容を作ってるっていう。あ、だいぶじゃあ目的が変わって発信内容も全然違いますね。それで言うとそうです、うん、マーケットも変わったっていうことで、はい、エビチューからモンブランに変えたんです。だいぶ甘くなりましたね。だいぶ甘くなってますよ。確かに好きな人多いですね、はい、そうですそうです、うん、目的が違うわけですね。あ、本当ですね。お客さんが違うわけですよね。確かに確かに。だからデリバリーするものは変わってくるっていうことなんですけど、それはあんまり理解されてない。はあ、なるほどですね、うん、それは全体を見て X がどうのこうのって思ってるだけなんですけど、うんうん、そうじゃなくて目的があってただ見られてるだけなんですよ。なるほどなるほど。ちょっと考え方違いますよね。いや、これはなかなかない視点ですね、この SNS やる上で、うんうん、だからそこが、はい、もちろん僕だけでやってるわけじゃなくて、はい、チームとしてやってるっていうのも一つあるので、はいはい、僕が前エビチリを出してた時は谷口さんとか過去にいた人が福祉的な話をしてたんで、はい、モンブランを出してたわけですよ。へえ。だから保管されてるっていう。あ、他で補ってやったんですね。そうです。あ、そうだったんですね。はい。なので今は僕はモンブラン出してる、はいはいはい、谷口さんはちょっとエビチリ寄り、エビチリ寄りのモンブランちょっとね。だからなんかこうより福祉やけどちょっとビジネス寄りになってきたなみたいな感じですよね。ちょっと変わってきて、でも相対的に見たらジルベルトさんってこうなんだなって、はいはい、他事もまあ別に福祉ってこうだよねってこう異業種から来たっていう感じで出してると思う、はい、そうですね。確かに。じゃあその社長が言われてた会ったらいい人やろにとかっていうのは、うん、結局会った時にこの人モンブランも出せるんかいっていう話と。ああ、そうね。そう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 、幅が結構広い感じになってる、ね、そうですね、うん、そのきっかけとなるものは何なのかっていうところで、うんね、X は文章制限もあるしより緩急つけて、はい、うん、この起承転結つけてか、うんうんうん、でお伝えしたいってなったら尖りやすい。なるほど。個性としては、はいはいはい、で X っていう機能を元に伝えてるだけだから、はい、別にそれが僕の人格じゃ なくてもいいわけですよ。え、正味どういうことですか。あったら違う人っていっぱいいるんですよ。あ、良くも悪くもね、はいはい、うんうん、確かに。あんなに怖かったのにあったら全然怖くないっていう人とか、はいはい、よく田畑さんとか、はいはいはい、田畑さんってあったら全然、あったら言えなくなるっていういい人なんです。そうなんですか。意外っすね。意外っすよね、はい、だから会えば攻撃されないっていうとか。なるほど、はい、そういうのもあるんですね、はい、あ、この、 SNS で目的っていうのは分かったんですけど、うん、これは社長の場合というか、はいはいはい、うちの場合でも、これ結局事業者さんの場合の目的って、うん、なんか実際どういうのが設定されやすいとかした方がいいっていうのはあるんですか。それをしてないのが問題ですよね。あ、 SNS をしとけばいい、しなければならないって、いや何のためなみたいな。あ、それってなんか、うん、思考停止するのめっちゃ早いっていうか、うん、はいはい、いや SNS ってそもそも広告ですよねって話や。あ、確かにそうですね、うん、広告っていうその機能を持ってるのに SNS しといた方がいいんですよねっていうこと言い出すわけやん。確かに。ってことは集客は物を売るしかないやん。確かに。そこには。確かに。でも今日もいい天気ですみたいな。とりあえずの、はい、お初いみたいなね、はい、オファーポスト日記みたいなね。はいはいはい、ありますね。何者でもないやつが日記書いてるわけです、うんうん、ありますあります、はい、でもニノとかがね、はい、今日もいい天気ですやったらいいねなんですよ。確かに。ニノがそんなこと思ってるんだっていうことやから、はい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 、いいですね。そうなんですよ、うん、有名人とか著名人が意外性を見せていくっていうのはギャップ、うん、その人を知ってるからギャップで
何かこうファンがつきやすいとかっていうそういうのあるじゃないですか、はい、でも何者でもない人が、はい、SNS っていう広告機能を使って、はい、何をしようはてなじゃないの、うん、確かに、集客しろよ確かに何言ってんねん、ま、間違いないですね目的それしかないんや確かにその通りですね何をした方がいいって言われてから知らないですけど何売ったらいいのか分かんないけどやってみますみたいなはいはいはいで、あんた何したいんって、就労支援で集客したいです。だから SNS やるんやろってことなんで、うん、それを分かってたら、集客するためにどういうツイート考えたらいいんかなやなあ、次考えるのはそうですね。そうですよね。はい、やった方がやらんでいいってのは、集客できてたらやらんでいい。あ、なるほど。広告しなくていいってことですね。そうそうそう、うんうん。ただ無料やし、長いこと考えるんだったら集客し続けれるかどうかって不安じゃないですか。うん、確かに。だから育てておくとか、まあ、そこからの流入も一個あっていいよねっていうような考え方でやっていくっていうのはいいと思いますけど。なるほどですね、うんうんうん、じゃあやっぱりそこの集客っていうところは結局目的持って SNS できるかどうかが、うん、さっき社長が言ったらまさにそこに尽きるって話ですよね。そこに尽きますよ。それが多分 X とか YouTube とか SNS っていう類はまだ普通の広告じゃないって思ってる人がいて、なんかこう仕事としてやったことがないからっていうことを多分言ってると思うんですけど、僕たちだって別に好きでやってないし、そんな YouTube とかね、顔出して名前出してね、ファンタジスタですみたいなやりたくないです。ファンタジスタ嘘だもん。やりたくないんですよ。言っちゃいますね。仕事やからやって。確かに確かに。 X も YouTube も目的、あくまでそう目的は仕事で会社の売り上げ上げるため、あそうです、ね、集客するとかっていうことが目的になってるわけじゃないですか。そうですね、うん、なんか僕がね前出て喋りたいやつやとか喋るんはまあ上手っぽいけどみたいな、なんかディスもありましたわ前、はいはいはい、あそうなんですか、コメントですか、うん、ありました。喋るんうまいかどうか分からんけどみたいな嫌なやつ嫌なやつなんかよう分からんけど、はいはい、当たりとかしたんですけど、別に喋るんも好きでも得意でもない、でも必要性があるからやって。あなるほど、うん、そうですね。で顔出しした方が信用されるし、うん、まあ自分たちがやってきたこと、うん、ノウハウっていうのかな、がちょっとでもみんなの失敗を防ぐ、はい、何かになればいいなと思ってて。あ素敵素敵でしょ、はい、でそれをもっともっと知りたい、あそれやったらコンサルになりますよ、なるほど、お金と情報ノウハウを交換しますよっていうことじゃないですか、うんうん、そうですね、うん、あくまでそれの前段階で必要だからやってるだけで、なるほど、じゃんじゃん毎日ねコンサルお願いしますって来るなら、はい、何にもしてない、なるほど、じゃんじゃん集客できるんやったら何にもしないわ顔出しもしてないし YouTube もしてるもんね、はい、なるほど、いやその通りです、そんなもんよ、確かに本当です、ね、好きやからやってるって思われてるんですよ、はい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 、好きじゃないし、このちょっと、まあ、言い方選ばずに言うと目立ちたがり、そうそうそうまあでもそれは谷口さんも今出てないじゃないですか、はいはい、僕だけ今後出ますよって言ったら、うん、谷口さんに言われたのはじゃあ俺のメリットなくなるやんって言われたんですよ、メリットって思って、はいはいはい、あじゃあ出たらいいやん、僕出ないからっていう話したんですよ、はいはい、いやいや出ないんやろって、出たんやったら出たらいいやん、僕は出ないっすよって、はい、あなるほど、出たくないもん、なるほどなるほど、いやいやそれは事業としてどっちの方が効果的かって話したら僕が出るっていう話だったんですけど、はいはいはい、だから僕は出たくないですよ、うん、そもそもで言うとそうですね、そもそもね、うん、でも谷口さんは出た方が効果があると思ってる、自分がね、うん、なるほど、ちょっと出た方が、はいはいはい、はい、うん、それはまあビジネス的にってこともあるし、まあ、今後の自分のキャリア的に知名度的なところ、谷口さんも別にめっちゃ出たいわけじゃん、本来はそうですよね。そうそうそう、そう、うん。なるほど。ただこうアカウントが育っていきそうやから、まあまあ出てた方が自分得だよねって話をしちゃったってことで、うん。なるほどなるほど、うん。それも結局目的思考やからですよね。そうですそうです。だから誰も俺が俺がでめっちゃ出たい人なんてうちの会社にはいないわけで、はいはい。確かにそれはそうですね。必要性があるから出ましょうっていうだけで。うんうんうん、で今回は僕が一人で出た方がまあまあ。定着しやすいっていうか分かりやすいかなっていうのでずっと僕は出てます、うん、そういうことですね、はあ、この話はあれですね、顔出し、うん、したくないとか言ってるこの経営者の人も、まあ、耳が痛い話ではあるっすよね、まあ、それでうまくいくんだったらねそれでいいと思うんです、なるほど、僕たちはそれができない、うん、なるほどなるほど、そう、じゃあそこはもう別にうまくいってれば何でもいいけどって話です、ね、そう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 、だからもう目的があるから必要だからやってるだけ全て、うんうんうん、なるほど、すごく分かりやすいですね、はい、
はい、その目的が何なのかっていうことをほんま、そんなことわざわざね言われなあかんのかなって思ってると思うんですよ確かに、うん、思ってると思うんやけど分かってない人って多いんですよね。なるほどですね。ちなみにですけど、その SNS じゃあ、まあ、目的持ってやると、うん、集客のためにやると決めたという人、うんうんうん、今ここもうキズさんちょっと反省してます。あ、反省してくれた。目的持つとただこの第一歩具体的に何したらいいやろっていうところが、うん、はいはい、まだ分かってないっていう人に何かこうアドバイスとかあったりしますか。はい、あ、そうですね。じゃあ目的は集客、はい、この期間とゴール設定をしっかり自分たちで決めないといけないですよね。あ、はいはい。で期間とゴール設定を決めたらアクションが絶対決まってくると。ね、うんうんうん、期間とゴール設定っていうのは、うん、具体的に どういうものですか。具体的に来月から毎月1人 SNS で集客したいとか、はいはいはい、何か売りたいとかっていう、まあ、そこによってアクションが決まると思うんですけど、はいはい、まあ、それで言ったら、まあ、SNS はしっかり投稿は毎日、まあ、来月からって言ったら毎日10ツイートは絶対せなあかんから。ああ、そうですね、うん、それぐらいのボリューム、ね、そうそうそう、うんうん、で1人でやっちゃダメでしょ。社内で 全体でやる。へえ、そうなんですね。面で取りに行かんと。あ、あかんすよ。やっぱりそれはハマる人ハマらない人がいてたりとか、ね、そうそうそう、キャラクターもあるし、ただそれってむずくて、僕たちのヘッダーね、障害者を納税者にって書いてて、アイコン例えばトゥモローゲートみたいに黒にしてたとしても、はい、言ってることの方向性が結構バラバラやったら面でやっても意味ない。へえ、自分たちの方向性はこうだよっていうので言ってる角度がちょっと違う。あ、なるほど。じゃないと取りに行けへんわ。へえ。だってその人たちがジルベルトってわからないよ。あ、確かにそうですね。そうそうそう、うん、いろんな人がいるんやなっていうのはちょっと良くないから。なるほど。一貫性をみんな持ってる状態で、はい、こうみんなで発信していくっていうところがすごい大事なんですね。大事ですね。でそれを毎日10ツイート3から5人でやってくださいと、はい、でためになることを言わなあかんわな。有益な、見てる側の人に向けてですよね。そうそうそう、はいはい、だっていいねも押さへんねも基本的にみんな見てるけど確かに。でもいつも見てますって言われるんですよ、はい、何をって言ったら X って言われるんですよ、はいはいはい、お前見とんかいなって全然出てこないですよ。あ、いいねの一覧出ますけどね、はいはいはい、そんなもんなんですよね。いいねすら押さないけど見られてて、でもいいね押されるっていうのはやっぱ有益だなっていう、まあまあ証かなっていうことなので、はいはいはい、いいねを集めりゃいいってわけじゃないけど有益になることを伝えとかんとそれは集客なんてできないですよ、ね、うん、なるほど。じゃあただただ日記みたいなのでツイートしとったらいいってわけではないってことですね。わけではないですね。うん、よく企業アカウント一つ持って、はい、それをしっかり回してるっていうところあるけど、はい、それは全く意味ないから。へえ、そうなんですか、うん、それ全く意味なくて、だってさ有名なところ、そうですね、ニトリとか、はいはいはい、そういうところからフォローされてなんか嬉しい正直何も思わんっていう思わんやななんか来たぐらいのそうそうそう、はい、で見たらこれが安くなってます、セールになってますっていう、はいはいはい、まあ広告のツイートだけ、はい、でたまにまあ担当者のつぶやきみたいなとしても、はい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 、だからニトリ行こうにはならないですよね、うん、そうですね、うん、そんなもんで、はい、その企業っていうのは無機質なんですよ。だから企業アカウントって基本的に無機質で体温がない。なるほど。だから企業アカウントって宣伝のためにあるっていう認識なんですよ僕たちって。あ、確かにそうですね、うん、ってことは企業アカウントを使うならそれを触ってる人のストーリーをどんどん配信せなあかん。あ、確かに本当ですね。温度感を上げて、あ、中にやっぱ人がいるんだって思わせないという。あ、なるほど。企業アカウントってこう温度があるかって分からないとしか伝わらない、うん、飽きられてしまう、はい、そもそも買ってくださいねとか集客目的でフォローされてると思うんで、はいはい、なんか嫌だなとかっていうとこから入ってる、マイナスから入ってる、はいはいはい、それをプラスにしていくっていうのはやっぱり温度感とか。なるほど。うちのジルベルトのアカウントは当事者のストーリーをずっと配信してるから、はい、まあまあいいなって思ってもらえてたりとかしますけど。そうですね。結構、まあ、人間見ていうところで言うとあるアカウントではありますね。そうですね、うん、確かに。なのでちょっと話長くなりましたけど、期間と数字、はい、とこをしっかり決めるんだったらやること決まってくるかなと。なるほど、はいはい。でそこは多分読みづらいとは思うんですけど、決めたら
何としても取りに行くっていう設定をせんとあかんから、はい、1ヶ月後に1人取るんだったら10人で毎日10ツイートするでしょ、はい、じゃあそのたまった段階、そうですね、3週間ぐらい経ったらうちの事業所の利用者さん募集してますっていうツイートに変えてかんとかも、あー、しっかりシフトチェンジじゃないですけど、そう、目的に沿った内容に変えていくってことですか。そうで、いつもいいねしてくれてる人とかに DM 送ってかなかも。あー、なるほど、営業やな。そうですね、うん、しっかりちゃんとそこは目的に合わせてアクションしていくってことですよね。それが今1ヶ月後に1人って言ったからこの流れね、はいはいはい、半年後に1人来ればいいかな、うん、だったら1人で始めて毎日3ツイートぐらい貯めていったらいいんじゃないかなっていう、うん、なるほど。でいろんな障害系の人たちをフォローしたりとかしてって、うんうん、でアカウント育ててって、うん、で半年ぐらいにそうですね、うちで募集してますって一声かけたら、あ、家近いんでとかって DM 来たりとかするかもしれない、うんうん、確かに確かに。なんか今聞いてるとその後者の方、はい、半年かけて一人とかっていうスピード感が割とリアルな気はしますよね。あ、そうですね、うん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 、なんか周りの人が徐々に Twitter とか X の中でこのアカウント結構頑張ってるなみたいなんで、はい、応援し始めてくれて拡散し始めてくれて、うん、っていうのが、うん、なんか半年ぐらいなんかなとかぐらいのイメージありますね。でもさ、前者の方がさ、はい、やりたいやろみんな。まあ絶対そうですね、うん、なんで後者 やりたいって思わへんかって言ったら半年って長い。あ、確かに、うん、ほんで確証がない、一人取れるかどうか。確かに。で地味。そうですね、うん、やらなくても別にペナルティもない。あ、確かに、うんうんうん、だからやらないです、うん、SNS ってそう考えたらやっぱり大変ですね。大変ですよ、だって SNS だけで飯食ってるやついるんですから。そこに入っていくっていうのは大変なことです。本当っすね。そもそも修羅の国ではあるんですね。そう、なめんじゃないって埋もれていくわけですよね。確かに。アカウントだけ増えてってね。そうですね。そしたらアカウントが増えれば増えるほど買ってるやつはもっと勝てるようになるわけですから。あ、本当ですね、うん、確かに価値が出てくるんですよね。そうです。だからこの人たちの餌になりに来ますよってことですよ。やば、怖い世界。怖い、怖い例えやな。でもそんな修羅の道ですよ。確かに、本当ですね。だから SNS で買ってるやつとか有名なやつっていうのはなんか軽く言ってますよ、はい、SNS とか YouTube でこうやったらうまくいきますよって、はい、そんなもんじゃないですよ、はい、なるほど。広告業界でやっぱしっかりやり込んでる人がいるんで、はいはいはい、いろんな数字を見てね。確かに。で敵がどんだけいるかってしっかりリサーチして、で競合がいないところのブランディングをしていくわけです。なるほど、そこまでの覚悟はあるんかって話ですね。ほんろ。あるんか。いや、そのそのつもりなかったんですけど。すぐ連想しちゃうから。いや、そうなんですよ。なるほど。なので SNS って何の目的かっていうので集客だよねっていうところはいいんですけど、はい、じゃあ期間と数値目標決めたら、やるって決めたらやりきってねっていう。本当っすね。はい、うん、でうまくいかんかったらなんでうまくいかんかったかフィードバックする。で次の目標に対して頑張る、はい、でうまくいかなかったらフィードバックする、はい、もうずっとこれ繰り返しやん。そうですね。これって普通の仕事と一緒やん。確かに、ほんまにその通りですね。でもやってもやらんでもお金最初かからんからやらないですよ、みんな途中でやめちゃうんですよ。本当っすね、うん、なんかまあとりあえず始めてみてなんとなくフェードアウトしていくっていうのが、そうそうそう、多いですよね。だから初めて続けてたら勝てるゲームなんですよ。なるほど、うん、これはみんな理解してるのに理解してない。本当ですね。僕らなんてだって YouTube2 年じゃないですか。はい、すごい人なんて半年とかで何万人ですよ。本当ですね。確かに、うん、結果出す人はそうですよね。そうそうそう、うんうん、でも僕たちの YouTube の目的はさっき言った集客とか、はい、コンサルの集客とかその辺なんで、はい、登録者数をバコンって上げたいわけじゃないやり方。確かに。しっかり届いて嘘をついてない、こっちが、はい、誇張しない、うんうんうん、で伝えないといけない。でブランディングも若い兄ちゃんが楽しそうに仕事してんなみたいな感じ、カジュアルな感じを出してつつ、はい、でもそういう就労支援で YouTube 続けてる人たちっていないっていうのを見越してその道を進んでるわけです。なるほど。だから敵がいない。本当ですね。確かに。そこもまあ設計して進めてるわけですね。そうです、そうです。あー、 YouTube とかやりたいっていうのやったらじゃあ誰と戦うのとか何のためにとかっていうところはやっぱしっかり考えないといけないですよね。そうですね。なるほど。これは SNS 気軽に始めない方がいい気がしてきたな。そうなるよな。そうなるっすね。なんかそのコンサル先さんに
やりなって言って、はい、でもやっぱみんな続かへん。ああそうなんですね。続けてても何をツイートしとんねんっていう人も多いし、だから理解してない。なるほど、うん、本質的なところですよね。そうですそうです。フォロワー増やしたいわけじゃないから。そうですね。集客したいわけだから。そうですね。そんな内容ないことを言ったらあかんでとか。うん、そうですね。ちょっとリツイート多くなってフォロワー増えたからってあんた金にならへんでっていう。本当ですね。確かに目的にとそれてしまってるっていうところですね。そうですそうです。ちょっと良くないよね。どこまで行ってもそこっすね。どこまで行ってもそうやで。なるほど。だってゴールが富士山の頂上やのに、はい、気づいたら道それて下山してることあるんですから怖え怖いで怖え。だってそっちの人たちに評価され始めるんや。本当っすね。山の下の方の人たち、すごいねって言って、え、そうですかってそっち行って、あんた どうしたここに何しに来たって、あ、忘れてたっつって、また戻るわけですよね。本当っすね。変な話っすよ。本当っすね。でさ、この SNS は修羅の道で目的が必要だと、はい、富士山の頂上を目指すって決めてるから行けるんで、うんうんうん、歩いてたら富士山の頂上着くことはないんすよ。まさか出かけてるでしょ今日なんか怒ってますね。またですか。コツコツ僕ら頑張ってますから。あ、いや間違いないですね。確かに。それでなんかそのちょっと有名やからいいなとか、ゼロからやってんねんこっちはって感じですね。毎回毎回月曜に YouTube 撮ってさ、はい、台本作るの大変やん。本当ですね。誰が作ってくれる。誰も作ってくれへん。俺が作ってる。そうなんですよ。そうなんです。またでした自ら。自らやで。はい。いやそんなもんよ。もちろん編集してくれてる人は、ね、感謝なんですね。そうですね。そう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 。SNS 難しい。気軽にじゃあ事業所さんが何にしとるんですかみたいなテンションになったら、そもそもせん方がいいっていうのも。僕はまあそうですね。そんな目的がない人たちは、はい、SNS はしない方がいいし、うん、うんうん、僕たちの真似で始めても上手くなっていかないから。なるほど。うん、本当ですね。はい。わかりました。ありがとうございます。ちょっとまあ厳しい回になりました。いやでもなかなかまあ気になってる人実際多いですから、ね、やっぱ SNS ってどうなんだろう。うん、はいはい、結構悩んでる人も多いと思うんですね。そのやり始めたものの結果できないっていうところも、うん、あーなるほどっすね、まあ、でも今の結構アンサーにはだいぶなってるかなっていうところあると思うんですけど、うん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 、結局ね、はい、そのマネタイズできてないと意味ないって僕は思ってるんで、はいはい、SNS ってストレス値高いし、うん、もしかしたら炎上するリスクもあるし、そうですね、そこはしっかりやるって決めたらやる、うんうん、惰性で何でもやっとかなあかんからっていうフェーズの人もいると思うけど、うんうん、それでもいいと思うで、うんうん、ただそれをばっかりやるわけじゃなくて、はい、あ、当たらんかったなって言ってシフトチェンジして次の段階に行かんとあかん、うん、確かに。だらだら毎日ツイートしてる人いますけどね、ずっと長いことね。確かに。でも僕見てないですもん、そういう人。いや確かに、ほんまにそうっすね。でしょ、おるなっていうだけでいいねも押さへんし、はい、確かに。結局これは SNS も一投稿で一回一回こう検証していかへん人はそうなっちゃいますよね、うん、なりますね、はい、検証して結果どうだったかっていうところですよね。そう、うん、全部そう。なるほど。これは今でも有益でしたね。あ、よかったです、はい、ありがとうございます。はい、まあ何個かちょっとカット入れていただいてそうですね、どちらかと程よい編集は入ると思いますので、はい、ありました、はい、あのまあ、とはいえですね、 SNS 頑張りたいとか、うん、今やってるのどうやってあのブランディングしていけばいいんですかっていうのは聞いていただけたらいいので、うん、概要欄に公式 LINE 貼ってますので、はい、そこから聞いていただいたら、このアカウントなんですけどどうですかみたいな聞いていただけたら、はいはいはい、本当ですか、教えてくれるんですか。はい、教えます。これはもしかしたらこの誰もやってないところとかっていうのを一緒に考えていくのがいいかもしれないですよね。僕何個かアイデアです。え、そうですか。自分ではやれないなと思って、え、あるので他の事業所さんとか他の会社さんとかできるかも。そう、これは連絡した方がいいですね。早めに早めに連絡してきてください。わかりました。はい、ただまあそれ以外のこっそりキッズたちはしっかりチャンネル登録といいねは押していただきたいと思います。そうですね。そうじゃないとやめちゃうからそう、危ういっていうのが今日分かった危ういんですよギリギリでやってる。ギリギリでやってますから。そうでしたか。ぜひ元気つけるためにしていただきたいと思います。わかりました。お願いします。はい、ありがとうございました。昔ミクシーやってたんですよ。懐かしいですね、ミクシー。ミクシーやってた。ど世代ですね。あ、世代、はい、やってなんか足跡とかあったからさ懐かしい、ありましたね。
そっから女子っぽい人とかに飛んでる。これはみんな笑ってるんじゃないかな。足跡ついたとこに行くやん、はい、ほな自分も足跡つけれるやん。ついちゃいますね。ほんでまた来てる人、あ、はい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 、帰ってきてる人、そうそうそう、脈ありなんかなと思って。あれテンション上がるっすよね。テンション上がるよな、うん、でもミクシーでなんかなったことは一回もないです。僕もないです。あ、ない。ないですね。その足跡記録で喜んだぐらいのもの。そう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 、はい、画期的やんな。でも確かに本当っすね、うん、ほんでなんかブログみたいなのも一瞬書いてたわ。ああ、ありますよね、日記機能みたいなやつ。そうそうそう、僕大学生の時に自己啓発本世界にあるの全部読んだんで。やばすぎ。怖すごすぎ。読み終えたんで。いや、すごいすごい。それのアウトプットのためにミクシーのブログに書いてました。すごっ、はい、頭の中を整理するために。あ、その目的で使ってたのね。そうです。でも誰からも別にそのいいね的な、あの読まれた的なのはなかった。あ、そうですね。だからやめた。あ、それはそうなんですね。そう。目的はアウトプットやったけど、やっぱ反応は欲しかったってことですね。そうですね。まだ SNS ってどういうもんか。まあ SNS やな、ミクシーも。あ、そうですね、SNS ですね。まだそういうの慣れてなかったから、あ、なんか狙いに行くとかないわな。確かに。まあ、あれも走りみたいなもんですもんね、言ったら。あ、そうやな。アメブロとかハテナブログとかもしてたことあったな。へぇ、懐かしい。それ、響きがすごい。久しぶりですね。僕あの高校生の時、若槻千夏のブログ毎日読むっていう。それ3日やったんですよ。めっちゃおもろい。もう全部が懐かしいですけど、若槻千夏もブログも全部懐かしい。まあ、それ見てなんか、まあ、誰も見てない。あ、はいはい、誰一人見てないけど、はい、俺はそれを毎日見て、なんか好きなあのグラビアアイドルとか、はいはいはい、好きな歌手のブログを見るっていうのが、はい、あの高校生の時の日課でしたね。うわー、わかります。僕も安めぐみ見てました。安めぐみ懐かしいな。懐かしいな。癒し系の、癒し系やったもんな。そうですね。確かに確かに、まあそういう時代を経ての今の X、はい、YouTube なんで、意外と SNS 歴長い。ほんまっすね。確かに意外と長いけど、ここ最近やから覚えたの。いや、確かにそうですね。うん、元々始まりともう信じられへんぐらいのそうこれにたどり着きましたね。全然もう底辺やから。これは意外と勇気づけられましたね。そうそう、うん、なのでもうほんまにやるってなったら今からでも全然遅くないし、しっかり最近始めたのに狙って伸びてる人もいますから。ああ、本当ですね。確かに確かに。すごいな、こういうやり方あったんだみたいな思いながら、うんうんうん、だから勉強にもなりますしね。確かに本当ですね、うん、やるなら本気で始めてもらってもいいかなと思ってます。なるほど、はい、わかりました。以上です。よっしゃ。